いわゆるですね、今は時代の大転換期がコロナってことなんですね。はい、でコロナってね、面白いことにこんなに世界中がロックダウンするぐらいひどいのに、日本はそんなに1万10万人になってもそんなにたくさんの人が死んでないし、重症化しないのは何でだと思います？なんででしょう。まあいろんな説ありますけど、先生の説は、まあ間違いない説だと、まあ盲信しておるのがですね、コロナっていうのは太陽の外側の外気のことをコロナっていう、つまり太陽はアマテラスの象徴、つまり日本にはアマテラスさんが住んでいる伊勢神宮がある、はい、っていうことはどういうことかというと、ここがアマテラスさんの本拠地だから守られてるってこと、コロナっていうのはアマテラスさんのまあフレアだから部下みたいなもんね、部下みたいな、はい、でも親がこの伊勢にいるもん、伊勢っていう伊勢神宮にいて日本を守ってるから、その子分のコロナがあんまり悪さできない、そういったことがまあありますよね。まあ時代の大転機に現れたこのコロナの時代にもね、やっぱりアマテラスさんがこれからは主なお仕事をされるってことの一つの、サインになりますね。で、僕は今度本出そうと思ってるのは小冊子なんですけども、はい、時代の大転換期に現れた奇跡の言霊をあなたに、名前がですね、アマテラスオホミカミで、人よ神とつながれ神となれ、かっこいいでしょ、これかっこいい、かっこいいよね、はい、これも僕が考えてない、あ、違うんですか、これも潜在意識考えてる、人よ神とつながれ神となれ、もともと人は神なんだけども、それをもうダイレクトに、でとことんのかじりっていうのがね、アマテラスオホミカミっていうんだけども、実はみんな勘違いすると、まず一番の勘違いね、アマテラス大神っていうわけ、あ、はい、バツ、読むときはアマテラスオホミカミ、まあこれ見ると分かるんだけども、アマテラスオホだね、ホ、ホ見える？見えます、ね。アマテラスホね、ホ、はい。でホはなぜホっていうかというと、はい、実は少な彦さんの名前なの。だからアマテラスのアーマーテラス大神っていう言葉の中に一つの神を表しているわけじゃないわけです。でも先生、少な彦一つもホが入ってないですけど。うん、あのね、宿儺彦様の名前には穂が入ってないんだけども、その宿儺彦様っていうのは人間がつけた名前なのね、でも本当は日本語の一語一語は神だから、穂は宿儺彦様の、あ、そういうことか、つまり日本語のあゆえお五十音っていうのは、はい、五十音がみんな神なの、で、神だからあっていうと人格のアマテラスさんを発したことになる、神を今表したの人間の意識や、で魔っていうと、いわゆる魔っていうのは墨絵大神って言って、墨の絵神社の、大阪のね、墨吉神社、墨吉大社の一番お兄ちゃんだね、お兄ちゃんのことですね。あと手っていうのはね、宿儺彦様のもう一つの、裏の働き、神様っていうのは働きだから、例えば同じ神様でも、宿儺彦さんでも手と穂があるわけ、はい、手は関係性、人間同士の関係性、社会との関係性をするんだけども、穂は愛を持ってその関係を作るとかね、宿儺彦さんっていうのは2つ持ってる、例えばアマテラスのアモ、人格、私たちのハートにいるアマテラスさんと、もっと高次元のいわゆる幽体とかね、霊体の中にもアマテラスさんがいる、その神格、神の核、神の人格としてのアマテラスさんとかがいるわけね。でまただから手はまた宿儺彦さんで、諏訪のいわゆる天の水上主さんのことなんだけども、アマテラス大神の神の尾っていうのは大国主の御事さんでね、でまた穂は宿儺彦さんで、身はまた墨絵大神で、で花はもう一回人格のアマテラスさんで、最後の身はもう一回あれですね、天の水上主さんというふうになっててね、アマテラス大神っていうのは一つのアマテラス大神さんだけを言うんじゃなくて、同時に五中の神様を名前を言ってることになる、だからすごい言葉なの、で
みそぎ払い神社っていうところが山梨県にあって、はい、でそこに行かなくちゃと思って行った時はね、はい、すごかったの。なんとパンパンってあのやるんだけども、うん、東方神恵みため東神恵みためって言ってから、うん、あの音量するのあそこは、はい、で東神恵みためっていうのは払い言葉なの、はい、ものすごくあの効果があってさまざまな変化を起こしてきてね、汚れをやっぱり取ってくるの、うん、あの心の汚れ、潜在意識の汚れ、まあ思魂って言って霊体の汚れも全部取ってくれる言葉なんだけども、あの十日見えみためって言うんだけども、うん、十日見えみためはね、まあいわゆるその僕が持ってるのは氏神様の中でね、自分の氏神様っていうのはね、多分ね自分の先祖の中で一番神に近い霊格を持った人のことなの。だから先祖ってもう1万人ぐらい以上いるでしょ、はい、その中で神と同じ地位を持ったものが先祖霊なの、うん、でその先祖霊の中で一番偉い人のことをおそらく内神に近いんじゃないかなと思うんだけども、うん、もしかしたら違うかもしれないけども、どちらにしてもその先祖を敬うっていうことはあの自分を敬うことにもなるんだけども、その十日見えみための十もやっぱりこのトコトのカジリの神様のことを、トコトのカジリも十でしょ、うんうん、十神っていうのは十の神でしょ、そうするとそれもやはりね、十神見た目っていうのもね、神様のこの天照大神様の、 あの神様のこと、あの雨の中主の神様のこととかね、うんうん、あとは天照大神様、スクレヒコの神様、あの住江大神、あと大国主と御子と、この五中、そんで一人に対して二つの働きがあるから裏と思って全部で十中と数えるんだけども、うん、五中の働きが2があって、まあ、十中の働きがあるんだけども、うん、その働きのことをね、まあ、十日見ためって言ってるんじゃないのかなというふうに、うん、あの思ってます。まあ、あの私がねこうやって天照大神ってこうやってやってるとね、この潜在意識と一緒にやってるとここにねスーッと必ずつながるわけ、うん、ドッキングするわけ、うん、ソユーズ宇宙船ソユーズ号がドッキングするぐらいに上からこうガチャーンってふわっと、あ、つながったなって思う。あのつながり方がね、いつもつながってるんだけど露骨になるわけですね。でそうするとさまざまな変化が起きていたりとか、僕がフッとやっただけで患者さんの痛みが止めたりとかね、あの神とつながった瞬間にそういうふうになるみたいですね。そうなるためにやっぱり心の家事とかをやっていくっていうのがとても大事ですね、はい、じゃあまとめますよ。私たちがアーマーテラス、オホミカミとかいう一つ一つの言葉を言うとき、一つ一つの言葉に意識を向けながら言葉を発したときは、ね、初めて言葉は道具、ツール、例えば人に思いをつけたいとか、情報を流したいとか、自分の思い通りに、おい、お茶持ってこいとかね、そういう道具ではなくて、その一語一語が目的となり、言葉を発するものの思いを言葉に乗せて現実を変える力を発揮するわけです。だから上古代の言葉や祝詞には人々を神々の領域まで引き上げる力があったわけです。だからそういう意味で、あのアマテラス、オホミカミっていうのをね、あのちゃんとあの言ってくれるとすごくいいと思いますね、はい、でね、僕は歩くときはね、うん、あの潜在意識も一緒にこうやってテク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 歩く、あれしてるんです、うん、あの3歳児、あ、2歳、1歳ぐらいの子供をねと一緒にこうやって、あの一緒にこう、あの足を押しながら歩くような雰囲気でこうやって歩くでしょ、うん、あれをいつもやってる、うん、その時に一緒にアーマテラス、オホミカミってずつ足を出すわけです。アーマテラス、オホミカミってこうやって歩いていくわけです、うん、アーマテラス、オホミカミって歩いていくわけですね、うん、そのことによって潜在意識とますます私たちは一つになりますわけですね、うん、まあそういったことでね、今あのとことの家事ってこともね、ちょっと補足を今一生懸命してるわけですけどね、はい、本当にあのこのとことの家事のね、うん、いろんなものがやっぱりやっていくと面白いんですけども、うん、もう一つね最近感じてるのはね、あのとことの家事にはね、あの祈りがあるわけです、うん、例えば祈りの中にはね、どんな祈りがあるかというとね、皆さんがよく知ってる祈りがあります。それはね、よく聞いたことがない人はまずいない、いるかもしれませんね。あの、かけまくも賢きいざなぎの方神、
つくしの姫かの立花のもとの、あはぎ原にみそぎ払いたまんしときに、なりませる肌色の狼たち、もろもろのまがこと罪けがれをあらおんば、払いたまえ、きょめたまえと申すこと、ひこしめせと、かしこみ、かしこみ、申す、ってやつでも、潜在意識と一緒に読むことによって、それはただの言葉ではなくて、みそぎ、汚れを取る言葉になる。でね、これまたね、めんどくさく思うでしょ、でもね、これがまだ一部なの、今の、あの、アマテラスの、あの祈りはね、本当はね、もっと長いの。一回やってみますよ。はい、高間は原にかむずまります。すめらがむつ、かむろぎ、かむろぎのみことも持ちて、やおよつの神たちをかむつどいにつどいたまいかもはかりに、はかりたまいてわがすめみのみことは、豊橋原みずほの国をやすくにとたいらけくしとしめせと、ごとよさしまつりき。各よさじまつるしくのうちにあらぶる神たちをば、かむとわしにとわしたまい、かむはらいにはらいたまいて、ことといしいわねきねたち草のかけほも、ことやめて、天の岩倉放ち、雨のやいぐも、いずのちわきにちわきて、甘くしよさしまつりき、各よさしまつりし、もの国中と、大山と日高の国をやすくにとさまついて、下ついわねに宮橋は太きを立て、高間原原にちぎたかしいて、っていうふうにやっていくわけですね。で、もっと続くんですよ、これ。まだね、どんどん続くんですけども、これも読むんですけども、はじめね、すごい大変だったの。めんどくさい。何分もかかる。真面目にやったら、たくさんかかるわけですよ。ところがね、面白いことに、潜在意識と一緒に喋ってると、気持ちいい気持ちいい。もうね、やめられないぐらい。もう このね、神様っていうかね、神官っていうかね、いわゆるその、神社の神官さん、にだけね、やらしとくなんか全然もったいない。もう本当にこのね、祝詞っていうのはね、もう気持ちよくて気持ちよくてね、しょうがないね、これ。まずね、だから、それも潜在意識と一緒に読むっていうのが大事。ポイントなんですね。だからこう読みながら、かけもくもって言うと、こっちも、かけまくも、って言ってね、こう一緒に飲むとね、もうほんと気持ちよくてね、なんていうのかな、これがまあ潜在意識と自分が一つになるね、一つの至福の時間、合わせるのね、自分と潜在意識のまあ調律ですわ。オーケストラなんかは初めにダジャジャジャーンってやって、440何ヘルツの昔は音差でカーンってやって、はい、バイオリン、ピアノ、コントラバスって合わせたでしょ、あれと同じようなやつが、潜在意識、私と今から、調律しますよ、ドアドですよ、レワですよ、っていうのと同じようにやるのが、この、一緒に読む、やつも一つになりますよね。だからいろんなことあります。もちろん、アマテラソウミカミっていうだけでもいいんですけども、かけまくもかしこみざねぎの狼、つくしの姫から立花の殿の萩原に、みそぎ払いたまえしときになりまする、払い殿の狼たち、もののまごと罪けがれ、あらもば、払いたまえ、清めたまえと申すことを聞こしめせと、かしこみー、かしこみー、もーすー、なんて言うと、あ、すーっと風が吹いて元気になるわけです。これはいつできるんですか？これはね、来年にはできるけども、その前に祈りの、やつはね、こっちはもう正式なビオマガジンさんっていうので来年やるし、やっていくんですけども、まあその前にね、それとは違った形でね、祈りの週をちょっと皆さんに、みんなが祈れるようなね、そういったまあクリアファイル作ろうかなと思って。ああ、楽しみです。それは意味を書いてね、やっていくとかいうことを知って、いけばいいわけですね。私たちの目的はね、信心合一では本当はないんです。人と神が一つになるわけじゃなくて、信心不二。全く分かれてないよってことです。神と人とが二つではない。つまり、信心、私たちは合一するものではない。本当は。初めから分かれてるのはいないのだ。それに気づかして、気づくことによって神として生きる。特に、この現象界の神として、神としてどう考えればいいか。神としてどう生きればいいか。神として人にどう接すればいいか。神としてこの国、この世界をどのようにみんなが幸せに暮らしていけばいいだろうかということを神として神になったつもりでやっていくのがいわゆる信心不二の心です。だから神の心と一つになった、神ならどうするかって常に考えるようになった人の心はもはやそれは
信心不二の神の心ってことになります。ね、どんなにここでお金儲けしても、どんなに得しても、どんなにちょっとスーパーで10円安く買っても、ね、そんなものは次の世界に行ったらお金とか名誉とか地位とか関係ないわけだから、そんなものよりも常に愛と慈悲と全てのものが平和になって、みんなが幸せになって、お金なんか気にせんで、もうその瞬間瞬間をもう十分に楽しむ、もう楽しんで嬉しくて嬉しくてしょうがないなって思うようなところまで自分を高めていくわけです。自分の幸せをだけを願うものは、そんなもの信心不二じゃありません、ね、家族だけの幸せを思うのも違う、職場だけのことを思うのも違う、日本だけのことを思うのも違う、生きとし生けるもの全てが幸せになりますようにと心から思えた時に初めて信心不二になる。だから関係がないと思っても、さまざまな事件が起きたら、ああ痛ましいことですね、そういうことが、そういうのが二度と起きないように神様ありがとうございます、教えていただいてありがとうございます、愛してます、ありがとう、ごめんなさい、許してくださいって言って、そのもう二度とそういったことが起きないように、そういったものを汚れをね、神様に一回召し上げてもらって、うん、そこでおたき上げをしてもらうわけですね、うん、まあそういったやり方っていうのがね、このとことの家事の真髄でですね、とことの家事っていうのは、ただ神様の名前を言って、その御中の神様をこうやって崇めないといけないっていうだけじゃなくて、うん、自分もね変わっていかなければいけませんよってことがルルイと書かれてる。だから考えさせるわけですね、はい。だからその中にはね、こういうことも書いてあるんですよ。面白いことが書いてあってね、まあ言いますとですね、今朝目を覚まさせていただきましたことは、今日今日を強く正しく明るく生きようとの御旨と拝承いたしまして、深く感謝させていただきます。今日新しい命と、昨日と違ってね、新しい心と新しい体をいただきまして、また新しい太陽と光と水と空気をいただきましたことに関して、無限の感謝を持たせていただきます。それを潜在意識と一緒に言うことによって、昨日までガンが体にあった体が、今日はもう新しい体、ガンがもうない体をいただきましたよ、潜在意識さん。だから、今ガンができているところはもう消えるんですよ、もうなくなるんですよって、体の主である、潜在意識さんに言うことによって、潜在意識がそのがんを消すことができる、うん、また次の日になったら、潜在意識さん、と一緒に、新しい体をいただきましたよ、新しい心をいただきましたよ、新しい命をいただきましたよ、昨日とは全く違う、昨日まではもしかしたらがんがあったかもしれない、病気があったかもしれない、でももう今はそんなのは全くない、真っ白な心と体と命をいただきましたよ、一緒に喜びましょう潜在意識さんって言うと、本当に自分の体が消えて、でどん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 がんがちっちゃくなっていくっていうことまで考え書いてあるわけですね。また一日必ずこういうことをやりますっていうね、ちゃんと書いてある、毎日読んでるんですけども、今日私に宛てがあります、食べ物のすべては神様からいただきました、私にとって最善のものと信じまして必ずありがたくいただきます、今日会います全ての人は神様が特に使わされた御子として必ず尊敬されます、今日私が目覚めたいためでは全ての仕事は神様の勅命なると信じまして必ずどんなことでも喜びを持って忠実にさせます、今日出会うかもしれない悪いこと、悲しいこと、困ったことは全て神様の一層大きい愛の計らい、つまり私たちが何かに一層気づくために、そういったことが神様がわざわざ起こしてくださったこととして必ずそのことが良くなる良きものを見つけて感謝させていただきます、今日一日こそ愛の言葉明るい顔に終始し、悪しき言葉暗い顔を絶対に読めさせていただきます、一日の労苦は一日で足り、今日一日は昨日までの苦しみ明日からの不安を絶対に寄せさせていただきます、今日一日は一生二度と来ない潜在地区一期一会のご質問させていただき、一秒一秒命いっぱいに生かしていただき、今日できることを決して朝には伸ばしませんっていうね、この7つの誓いを毎日こうやって神様の前で今考えるわけ、いわゆる拝めばよいっていうだけ、常に自分の内側と一緒に自分を変えていく、それが自分のみそぎだから、赤ん坊の心でないと神の門は触れないって言うけども、神の門は自分の中にある、自分の中に気づきがあって信心不二を築くためには、こういった自分自身を
急いできれいにしなくちゃいけないことと、やはりとことの家事であったりとかね、いろんなことをしていかなくちゃいけない。でそうしたらね、だいたい病気なんか心配しなくていいの。病気には意味があるんだから、うん、ああ教えてくださってありがとうございます、祭りの仕方が間違ってました、うん、本当だったらお祭りってにやかで嬉しいでしょ、はい、そうじゃなくて本当の魔、真実の祭りじゃなくて、魔、悪魔の魔の祭りになってた。魔を釣ってしまう人間って。おー、怖いと思わない？怖い。魔、真剣の真、真理の真、うん、その真理の真の魔、うん、本当の誠を釣るんではなくて悪魔の魔を釣るんですよ。イエス・キリストの前とかブッダ前にはそういうのがいっぱい流れてきたよね、うん、それを彼らはカッパしてね、境地まで行ったけども、聖人君主と言われる人の中にはね、やはりそういったものは必ず魔がの刺すってやつ、うん、魔が刺すわ、うん、その 魔もね、やっぱりルシファーっていう悪魔なんだけども、うん、その魔っていうのはね、やはり乗り越えるべき私たちの課題だから、その課題があってこそ本当の真伝送の神っていう、本当が自分が信心不死になって、どんな病気のことも心配せずに、自分がいるだけで隣の人が元気になったり病気が消えたりとかしていくんですよっていうことが起こってくるわけだね、うんうん、まあ先生とこはそれを やってられるんだけども、それをもうちょっと私がまだ違う言葉で言うとね、はい、先生がおっしゃる言葉とまた私が言う言葉ではまたちょっとこう入り方が変わってくるんですけども、はい、同じことなんですよ、うん、先生がおっしゃってること、日頃やってることと私が言ってることは同じことなんですけども、同じことであれね、やはりこう違った言葉で言われるとね、また違う方面から言って、うん、あ、先生がおっしゃってたことはこういうことだったんだという気づきがまた現れるということによって、うん、よりね、なんて言いますか、生き方ができると。まあ、そういったことで今日は第3話で今日は終わります、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。